どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、ワンちゃんにとって多頭飼いって幸せですか？はい、ありがとうございます。多頭飼いが幸せかどうか、結論からいきます。幸せにするんですよ。ということで、多頭飼いですね。本当になんかその多頭飼いの幸せって、まあ、大きく分けると2種類あると思っていて、まあ、1つが本当にワンちゃんたちの性格もすごくあって、で家族とも問題がなくて意外にすんなりいっちゃったよねっていう多頭飼いの幸せと、もう1つがイレギュラーが発生する中でそれに対して私たちの中でやっぱり対策を立ててきながら幸せだよねっていう方向に持っていくみたいなね、どちらかっていうとそっちの方が多いんじゃないかなと思っていて、もちろん中にはね結構ね、ワンちゃん多頭で行った時にたまたま性格良くてお互いに、仲良く遊んでくれてみたいなパターンも結構あったりはするんだけども、ただね、自分の中で確率的に言うと結構半々ぐらい、何かワンちゃんを迎えますってなった時にはもしかしたら別々でね様子を見なきゃいけないこともあるよねとか、ある程度対策立てとかないといけないよねっていうところはなしよりはあるよねっていう考え方の方がいいんじゃないかなって思っております。対策としてはまず必ず、年齢差がある場合ですね、先にいる子がまあ6歳とかね、中には10歳とか でそこでちょっと若い子入ってくると、まあ、やっぱり若い子と一緒に付き合って遊ぶのって結構体力的にきついよねはあると思っていて、じゃあもしね、ワンちゃん迎えた時には、ね、おとなしい子がやっぱりちょっかい出されると大変だよねってなると若い子から徹底的に運動入れてってあげる。どうしてもね、なんか先住犬ファースト、上の子先にやってあげようってなるんですけども、下の子をねいっぱい遊ばせておとなしくなると上の子ともうまくいきやすいです。で逆に遊んであげる時間が短くなると上の子にちょっかい出したりとかいたずらしたりするとやっぱり人とかワンちゃんとの関係性に亀裂が入っちゃうことが多いかなと思ってるのと、あと最初からずっと一緒だよってしちゃうとワンちゃんたちって本当体力の回復が早いんです。こういうのはね、すぐ回復してまたちょっかい出すから上の子が下の子に対してのイメージがやっぱりちょっと悪くなっていくのはあるんじゃないかなと思うので、その時は分けたりとか私たちの中で接し方変えていくとかっていうのは必要になることが多いんじゃないかなと思うので、ぜひねワンちゃんとの性格を見ながらやってあげていただけたらいいんじゃないかなと思っております。で年齢差が近い者同士の時にはそれは比較的に起きにくいんだけども、ただ稀に熱量の差もあったりするんですよね。すごい活発な子もいればおとなしい子ってすごい差が激しいと思っていて、そこを考えていくとなんかこれをすることが正しいっていうよりは、まあ、もちろん熱量が高い子はたくさん運動させてあげた方がいいと思うし、熱量の低い子の方は、まあ、ある程度ね高い子がやっぱりその状態でいっちゃうことが大変だから低い子を高くすることできないから、やっぱ高い子を下げていく方がうまくいきやすいんじゃないかなと思うので、ぜひねその辺の調整も取ってあげるようにしていくっていうのと、あとはやっぱり人間と一緒でやっぱり主張が上手だったりとかアピールが上手な子もいたりするので、そこをねうまくねやっぱり2頭いる時にはその子その子の個々のね幸せを考えてやってあげるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますので、ぜひねそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、まあ絶対にないとは言わないけども何にも調整入れないでうまくいくパターンもあったりします。ただ大体は調整を人が入れていかないといけないよねっていうところで入れないで済んだらラッキーぐらいがいいと思います。ね、入れなくてもうまくやっていけるよね、なんでうまくやっていけないんだろう、だからここでしつけらトレーニングだってやるんじゃなくって、基本的にはやっぱり何か私たちが調整してあげて環境を整えてあげるっていうことは必要だよねっていうのは頭の中に入れて多頭飼いは挑んだ方がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、幸せか幸せじゃないかっていうよりはどんな形であれ私が絡んだら幸せにするんだっていう気持ちでねぜひ接してみてはいかがでしょうか。